こっちゃ。こんにちは、ボンです。キムです。ミニオンとキムです。今日はミニオンルームに泊まりに来ました。最後まで見てね。ガーン。前はユニバになってます。うわ、もうハロウィン仕様やで。ミニオン。うわ。じゃこれやの。ミニオン。明日会えるかな。ユニティは自分で取っていくタイプです。綿棒、コットン、ヘアゴム、ブラシ、体洗うやつ、カミソリ、歯ブラシ、子供用の歯ブラシ、子供用のスポンジ、めちゃめちゃカラフルです。なんかひょっとこみたいな顔してんだ。どこやん。はい。で、これ？中居ついたわ、おさんで。楽しみやな。バナナ知ってんで。722。722。こっち普通のドアやけど、こっちがもうなんか。722。開けるよ。うわ、すごい。今まで泊まったホテルの中で一番ママ今テンション上がってる。お部屋紹介をします。バナナ。まずね、壁にね、ミニオンのね、怪盗グルーたちがいます。じゃあ、行きますよ。行くよー。じゃーすごすぎやろ、これ。もう、バナナやわ。夢詰まってるな。もう、これぞキャラクターズルームやんな。しかもね、ちゃんとハロウィン仕様になってます。あ、ほんまや。おお、なんかすごいな。すごいな。バナナ、バナナ。めっちゃ楽しいな。ここやる。どないしたい。ぶつかってるよ、もうじゃあ。あっちも。覗いてるわ、ミニオンが。マジのさ。うん。爪とかも結構リアルやな。ここもほんまや。これがメレベンス。わー、目の前がユニバです。めっちゃにぎわってるよ。わー、すっごいな。ここに泊まるとほぼ10分かからんぐらいで多分ゲートまで行ける。行きます。ママ実はな、元クルーや。6年ぐらいおったんじゃん。ということはアナザースカイってこと。あのね、賑わってるところがユニバーサルシティウォークって言って、ご飯屋さんとかできます。ハードロックカフェとかある、うん、大阪土産も置いてるから、あのユニバで目いっぱい時間ギリギリまで遊んで、帰り明けにそこで大阪土産買って、環状線乗って大阪駅まで行って、新幹線でピューンって帰れる。そのまま新幹線では帰れない気がしますけどね。あ、新大阪まで行かなかった、うん、トトはタクシーで行きます。見て、テレビもハロウィン仕様になってます。すごいね。ティッシュもな、ミニオンバージョンになってんねん。あ、これはミニオンの服じゃないの。お水は伊藤園やな。これを、あ、明日水変わるでもええわと思って、このままパークには入られへん。あ、アイスクリームとか氷系は入れられへんでって書いてます。タイガーのポットと、どっちもね、プラスチック。じゃセット、ほうじ茶、煎茶、ポカリスエットのイオンウォーターのパウダーが入ってました。熱中症気をつけてなっていう対策なんかもしれへんな。プラズマクラスターはシャープだけがあります。あ、定番やな。じゃーん、これがね、ホテルに泊まった特典です。ミニオン仕様のルームカードももらえます。わ、すごいな。キーホルダーでーす。バナナ
って感じで遊べます。なるほどね。わっ、おもちゃおるわ。あ、すごいね。こっちはなんかこういうやつ、中はこんな感じ。あ、なるほど。あ、こういう感じか。ルームデリバリーです。あ、なんかお子様が好きそうなやつやな。なんかホテルにしたら、あ、手頃かな。うん、キッズボックス安いで。あそこにたこ焼き見えちゃうもんね。せやね。大阪で人気店が何店舗か入ってる。食べ比べとかもできるんですよ。ポンポンポンって全部たこ焼き屋さんが並んでるね。あのマックスバリューの前にあるたこ焼きぐらいしか食べたことない。あれもあそこの地域だけちゃうの。え、全国のマックスバリューの前にないのたこ焼き。あ、ミニオンや。どこやや。スカートが釣れるいいハンガーと子供用のハンガー、ズボンとかがかけれるハンガーもあります。ワッフル生地のガウンタイプのパジャマです。これは子供用もありました。あ、いいやん。ぴったんこカンカンやな。コボちゃんよりちょっと、もうちょっと背の高いお子様やったらパジャマを持ってきてた方がいいかなと思います。ミニオンのトイレ。トイレの中に洗面もあるタイプです。おるやん。こんなところに。おお。めっちゃ可愛いやん。ちょっと見て、怪盗グルーの。あ、これが怪盗グルーのマークか。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあります。はい。オールインワンジェル、クレンジング、フェイスソープ、ハンドソープ。クレンジングジェルがあるのがすごいな。ありがたい。もうじゃミニオンじゃないの。ミニオンっぽいデザイアがあります。はい。子供用の踏み台があります。あ、いいわ。わ。いいね。ここやや。今回私たちは一泊二食付きのプランにしました。なんたってね、夜がね、ハロウィン仕様のバイキングなんですよ。やったー。やったー。やったー。仲も進んできたことですし、バイキング行こうじゃないですか。行きましょう。わ、すごいよ。ちょっとちらっと見えたけどすごいわ。ほらほちゃん、うん、こっちにおいで。レッツゴー。エビも2個。ママお刺身。いっぱいある、いっぱいある。はい、オッケー。ここに行こうか。これ絶対おいしいやん。うわ、すごい。あ、すごい。うわ、わ、わ、わ。うわ、めっちゃ美味しそう。ビスケットコーナーがあんねんけど、これ、青色の卵やで。はい。トリックアトリート。入れてあげよう。どれがいい？びっくりした顔入れたろ。せや、ママ指もらっとこうか。親指や。お待たせね。ビビケンさんおったわ。すっごいでな、触ったら願い事かも。じゃあ、ゾンビ焼きそば。緑色の麺してんねんで。うん、まかったね。タンパク質ゲット。どて焼き。もう関西って言ったらもうこれやで。うわー、美味しそう。めっちゃ好きやねん、うちどて焼き。これ誰の？ママの。ここいる。コボちゃんのやつ美味しそうね。まあ美味しそうや。これいただきます。トリックアトリート。私が好きなんかもいきますよ。たまごちゃん美味しいですか。マグロみたいな味する。マグロみたいな味する。それもう見た目、横にマグロおるから引っ張られすぎやろ。見て、ゾンビ焼きそばやねんて。これ、なんか色すごい。うん、塩焼きそばや。美味しいけど、今日の夜から目の色がちょっと濁ってきたら教えてな。うん、目の色が濁ってきたら、人思いにやってな。これ見て。目玉食べます。いかにもハロウィン的な感じやな。プリンかなと思って。プリンじゃないねんて。ムースやねんて、かぼちゃの。美味しい。これもね、サラダやねんて。下がポテトサラダになってます。美味しいわ。全部美味しいわ。親指です。これですよ。ほんまや、親指です。
ネギ美味しいでーす。私めっちゃくちゃ楽しみやねん。どうしたん突然。はい、明日ユニバー楽しみやな。食べる？じゃあどうぞ。これどう？うん、美味しい。マヨちゃん、このマヨは。ん？マヨ。マヨ？何食べるか。美味しいのばっかやと。せやな。家ではなかなか食べられへんやつばっかりやもんな。餃子は箸じゃないと無理やな。せやな。これ取ってきました。おお、グリーンカレーやん。グリーンカレーでした。ちょっとナンつけてみようかな。いただきます。美味しい。チキンもゴロゴロ入ってます。これめっちゃ美味しい。ちなみにお肉は4皿目です。いや、人間タンパク質がめちゃめちゃ大事やん。タンパク質で体はできてんねんで。ここやるやす。めちゃめちゃ可愛いな。この緑の何なん。あ、そう、まんじゅうや。お化けのケーキ。これ可愛いんじゃん。マカロン。マカロンが1つと、かわいい。ちょっと待ってくださいね。なんか全種類食べたいね。食べたい。これはめちゃめちゃすごい。すごいな。チュロスやで。もうこれな、テーマパークの定番や。ここでもいいよ。一つだけ。ん？どれ？一つだけ。一つだけでいいな。これ欲しいの。すごい。パワーどうされます？ここにあるご注文は。ありがとうございます。行きますよ。マカロン、マカロン。お待ちかねのデザートタイムです。いただきます。アイス食べよう。このチョコミントめっちゃ美味しい。お化け。中なんなんそれ。出産頑張ってね、オラフです。オラフ大好きやん。人生初のマカロン。ふわふわ、ふわふわしてる。粉っぽい。粉っぽい。チュー。シロス食べます。あなたも食べな、シロス。プロモンブラン。なんかチョコって書いてあったけど、おいしい。お芋さんの味する、ちゃんと。どう？うなぎパイの味がする。美味しかった？うん。これはボブ。あ、ちゃうわ、ボブじゃない。どうですか？物販を買いに来ました。ハロウィンのやつってめっちゃ可愛いねんな。ハロウィンのスヌーピー可愛すぎやわ。普段着でもいいやん。これめっちゃ可愛い。ティム、めちゃめちゃ面白い。あ、柿の種チョコやって。アイちゃんめっちゃ可愛い。やだー。キラキラやん。ここを出せの。ここやや。おはようございます。朝です。じゃーん。結構もうゲストの方が続々と行かれています。おはよう、ティム。このワニから覗いてるのがね、めちゃめちゃ可愛いです。おはようございます。大好き。大好き。はい。こういうのね、タコさんウインナーです。おお、すごい。わ、すごい。うわ、餃子。あ、こっちも美味しそう。エビ蒸し餃子。このミスドのヤムちゃんめっちゃ好きやって。梅しらすご飯。タコ焼きや。お兄ちゃん何個セット欲しいのかい。お兄ちゃんイケメンやからサービスしといたで。これ何？卵食べな、朝始まらへん。何？大阪ミックスジュースやで。うわー、まあ、トロトロや。ここやや。いただきまーす。うん、やっぱり絞りたてが全然違うな。関西言うたらたこ焼きやろ。たこ入ってた？たこ入っとった。誰に一番会いたい？ピカチュウでしょ。確かにめっちゃ可愛いわ。ティム。目玉みたい。うん。
スヌーピースタジオストアの横にウォータースライダーがあって、で真冬もあるわけ。で濡れんねん結構。あったかくなる暖房器具が置いてある。ホテルの中でアトラクションの待ち時間が見れます。でもダイナソーよりハリドリの方が今はめっちゃ並んどんね。この壁紙、なんか見れば見るほどなんかじわじわ来る顔がいっぱいあります。哀愁漂っているのはこの口のにんまり加減が。ご視聴ありがとうございました。ミニオンルームには他にもね、違うバージョンもあるので、よかったら検索してみてください。ユニバの入り口からもとても近いので、小さなお子様がいる方にはちょうどいいホテルだなと思います。めっちゃ楽しかったっていうことをね、体で今表現しています。ユニバに行く予定がなくても、このミニオンルームに泊まりに来てハロウィンのご飯を食べて満喫することもいいなと思いました。じゃあ次の動画まで、またねー。ガーイエイト。100円のリターン式のコインロッカーにスーツケースを入れたいと思います。で、私のスーツケースがでかすぎてコインロッカーに入らなかったんで、ここで預かってもらうことにしました。ユニバチェックアウトしました。今からユニバに行ってきます。